ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画です。すぐ終わっちゃいます。ジャンプフェスタ2024展示になりまして、メガハウスさん、ナルトシプーデン、ナルトギャルズ DX、 ヒューガ日向バージョン4になります。よかったら見ていってください。はい。でこちらのフィギュア、以前メガホビエキスポでは未彩色展示でしたが、今回のジャンプフェスタでは彩色リコマス展示となりました。こんな感じになるんですね。であと同じタイミングで DX 綱でも発表されたんですが、そっちはまだ未彩色展示のままだったんですよね。まあそんなわけで日向の方が予約開始は早そうです。一応編集中の今ではまだ未定となってます。でそれにしても日向ほんとフィギュア化多いですよね。今回がバージョン4ですが、まあ白無垢ですとか水着も出てますので、多分6体目くらいになるんじゃないかなと思います。で今回はいつもより、まあ、さらに短い内容なんですが、見ればわかりますよね。めちゃくちゃ撮りづらいんですよ。あの左右からも覗き込めるケースとかだったらもうちょっとたくさん撮れたんですが、もう右側はエフェクトしか映らないです。まあ、でもですね、まあ、遠くから見ると思ったよりは中側が覗み込めるなっていう印象でした。でめちゃくちゃやっぱりかっこいいっていうのはわかるんですけどね、あの撮るってなるとなかなか難しい、あの良さを伝えづらいフィギュアでした。でもともと DX のバージョン3っていうのも出来は素晴らしかったですからね、もうその感じですよ。ポーズとエフェクトが変わったなっていう感じです。で台座なんかちょっと DX 桜感ありますよね。でまああとはいくらなんだ問題ですよね。まあ、やっぱりメガハウスさんっていうことで今回もなかなか高そうな気がするんですが、あの再販の DX 日向っていうのが 27,500円で、まあ同じくらいだと嬉しいですが、なかなかそうもいかなそうですよね。で DX 桜なんかは 38,000円でしたからね、さすがに DX 手まりの 39,600円は超えてこないとは思いたいですが、3万ちょっとくらいでとどまってくれると嬉しいですが、なかなかそうもいかないかもしれないですね。まあでもここまでできてますので、そろそろ予約始まるかもしれません。震えて待ちたいと思います。では以上になります。今回はメガハウスさんでナルト DX 日向バージョン4の展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。